9月の3日、今朝8時です。今日の天気薄曇り。まあでも朝だからね、まあこんな感じなのかな。日中は多分太陽出てくれるかなと思いますけども、ただいまの気温、涼しくなったね。 23.5、 そんな感じですかね。あれから1週間ですね、どんな感じに変化したか、見ていきたいと思います。まずは、パキフィズムさんたちだね。まあ変わりありません。ただこっちのやつがね、なんか少しずつね、小さいのがいっぱい出てきて、まあここにもあるけどね、こんな感じで増えてます。パキフィズムさん本体はね、なんか増えてるかどうかはちょっとわからない。まあでも少しはね、いい感じになっているのかなと。まあこのぷっくりさがね、ぷっくりさを見るとそんな感じがします。それと、花鶴草さん、花鶴草さんはね、前回こっちにこう垂れてたんだけど、やっぱり太陽の方向けてあげた方がいいみたいなんで、こちらの方に全部、向けてます。この間ね、ちょっと下の方で咲いてたんだけどね、なんか見えないとこでね、こっちの下の方で咲いたりしてましたが、今日はちょっとないかな。今日こそないな。前回もね、こっちの方でね、垂れてる方でね、咲いてたんだけど、今日はさすがにないかもしれない。そんな感じかな。でもどっかで咲いてるかもね。それと、カーネーション、四世さん、こっちはね、徐々につぼみがこんな感じで大きくなってきてるようなね、ここら辺にもあるけど、あとこれ、こんな感じでね、育ってます。動いてます。三世さんの分までね、もう一回咲いてくれるとね、いいのかなと思ってます。それと、その隣、椿の王将くんさん、こっちはね、変わりありません。まあこれぐらいまでかな、新芽が。多分これはつぼみかな、わかんないけど、最初のうちは新芽かつぼみかね、わかんないんですよね。それとね、立木のバラさんです。立木のバラさんがね、若干増えてます。挿し木したやつ、昨年の9月に鉢上げしたやつをこっちにね、置き始まりましたんで、若干ね、多くなってます。あと、今日花ごせんて、するのがね、あるんで、また一個ずつね、下ろしてみたいと思います。まずはね、今日下ろさないやつがここ、ホットショットさん、五世さん、あとこの2つがまだ名前がわからないやつだね。こっちがね、ちっちゃいつぼみダメになったかな、これ。ダメだな、これ多分。ダメでした。仕方ないな。この2鉢がね、ちょっとまだ名前わからなかったんですけど、これどうかな、今年中にわかるのかな。まあ期待してますけども。あとはね、ホットショット五世さん、こっちはね、前回咲いて2回ほど咲いてくれまして、剪定の方終わってますんで、その後の新芽がちょっとまだね、そんなに動いてないかなと思います。ジャストその隣、ホットショット三世さんですね、下ろしてみます。ホットショット三世さん、今ね、前回もう咲きそうですって言ったやつがね、もう満開になっちゃいました、これ。今日剪定なんだけど、ちょっとね、剪定しても花瓶にもちょっと入れることできないかな。どうしようかな、これ。もうちょっとね、咲かせてからにしようか。これね、あと2、3日後には終わっちゃうと思うんですけども、その時に剪定します。今日は剪定やめときます。でもって葉っぱの黄色いやつ少しあるからね、
葉っぱの黄色いやつ、多分まあポロポロ取れてくれるとは思うんだけど、なんかそういうやつだけね、少しこう取っててあげようかなと。これも多分取れちゃうと思うんだけど、こんな感じでね、もう取れちゃうと思うんですけども、まあまりにひどいやつはね、先に下ろしてあげようかなと。こんな感じかな。うん、まあここら辺も良くないけどね。焼けたのかな、これ。これ焼けたのかもしんないね。ちょっと下ろしておこうか。こんな感じかな。うん。まあここら辺も悪いけどね。まあいいや。こんな感じでね、まあ今回はちょっと花号剪定やめときまして、多分あと2、3日、先ほども言いましたけどね、あと2、3日後でこれ多分散っちゃうと思うんで、その時に剪定、ここだけね、この花だけ剪定やりたいと思います。いいね。うん。その隣がホットショット4世さん、こっちの方もね、前回から何度か咲いてくれてまして、新しいつぼみがこの一つの枝からね、今何個つぼみが3つ、うん、こんな感じで出てます。つぼみ3つ、いい感じだね。あとはもう一つの鉢がね、今つぼみがここまで、うん、大きくなってきてます。あとはなんか黄色い葉っぱまた増えてきたね。こういうやつね、多分落ちると思うんだけど、もうこんな感じで下ろしてあげましょうかね。あまり取っちゃうとね、本当になくなっちゃうんで、もう落ちちゃうね、やばいね、ボロボロ。まあこんな感じで、落ちちゃうんだよね、もうポロポロね。下の方にもあるな、これ。こっちにも。ね、落ちちゃう。まあいいや。これはこれでね、仕方ないから、落としましょう。はい。黄色いとこだけ。こんな感じかな。うん、まあ、こんな感じでね、いいかと思います。うん、どんどんね咲いてくれるね、またね、つぼみあるから、ここに。その隣、薄いピンクのバラひろこさん、こっちが三世さん、こっちがね、今ねいい感じで咲いてます。すごい綺麗に咲いてる。ほら。ね。こっちはね、もう時期が終わっちゃったね。これはもう今日ね、剪定します。あと、なんか、ちょっと虫に食われたんだね、これね。これがあるから、これも剪定しておきます。あと、今、開こうとしてるのがね、開き始まってるのがあるんで、これはね、このままで。置きたいと思います。来週前にはあと 4,5 日後には剪定かな。あとはね、下葉にちょっと黄色いのがあるから、黄色い葉っぱこれ今下ろしておきます。これも同じだね。もうほとんどダメなのはもう多分こんな感じで取れちゃうから、うん、いつもね取れちゃうんだよね、下の方葉っぱがね、いまいちになっちゃうんだよね、いつも。ちょっとね、なくなってきそうだな、葉っぱが。やばいな。葉っぱがなくなっちゃうかも。下は、まあ、しゃあないな。それも。うん、こんな感じ。ちょっと下葉がなくなっちゃうな。仕方ないって言えば仕方ないんだけどね。こんな感じかな。うん。
な感じに、黄色い葉っぱねちょっと落としてみました。まあ上の方ね、新しい枝のところの葉っぱがね結構いい感じになってるからね、まあいいとしましょうか。はい、じゃあね、これの剪定だね。まずこれはね、ここから出てんな、ここ20センチぐらいで咲いてまして、なるべく下の方で剪定します。ここら辺かな、ここにあるかな、芽が。まあちっちゃいのはあるけどね、まあ仕方ないね。ここで剪定します。ここ、こんな感じ。一つ目と、もう一個、香りは、まあ、薄いけど、まあいい香り。これはね40センチぐらい伸びてね、花つけてまして、多分ねここら辺に芽みたいなのがありそうな感じもするんだけど、あった、ここにありました。ということでね、ここで剪定します。ちょっと下の方だけど、ここちょっと下の方だけどね、ここに芽があったからここで、あと2、3日っていうとこだけど、ここで剪定しちゃいます。はい、あとはこの花の悪いやつ、これ咲かせても仕方ないから、これも剪定です。これもね40センチぐらい出て咲いてるな、すごいね。芽があるかな、小さいのはついてるね。ここでいいや、ここで剪定します。こんな感じ、こんな感じでいいですかね。はい、あと花瓶にね刺しときます。これ、この2つは花瓶に刺しときます。それとその隣、ロマンティックアンティーク4世さん、こっちの方はね前回咲いてから、まあ新芽がちょっとまだ伸びてない状態、また咲いてくれると思いますけども、この2鉢ロマンティックアンティーク4世さんです。あとその隣、ロマンティックアンティーク3世さん、これね、今綺麗に咲いてるとこあるんで今ちょっと下ろします。その隣がね、ロマンティックアンティーク3世さん、こっちの方もね、前回つぼみ割れ始まったのがねこんなに綺麗に咲いてます。香りは、むちゃくちゃいい、むちゃくちゃいい香りしてます。あとはねつぼみがここまでもう割れかかってるね、これね、こんな感じ育ってます。もう一つの方はねまだ新芽がねちょこっと動き始まったばっかし、ここ剪定後そんな感じ。あとは下葉だね、やっぱりこっちもね下葉がすごい黄色いのがねたくさん出てます。これもうちょっとねやばいよね、本当にこの下葉だけ、黄色いやつだけね取ってあげたいかなと思ってます。こんな感じ、ちょっと片手で無理かな今回。よしよしよし、まあいいや、下葉の黄色いやつ、まあちょっとねもうかなり黒点病入ってんだけどね、ちょっとねそういうのをねちょっと切っちゃいましょうか。まあどっちみちボロボロ落ちちゃうんだけどね、なんか早めにやっといた方がいいかなみたいな、そんな感じがするね。取れた、こんな感じかな。これもダメだな、もう。よしと、まあちょっともうかなり黄色いけど、まあいいか、こんな感じです。
じゃあね、これ剪定の方もねしちゃいたいと思います。だいたい40センチぐらいかな。ここから出てるね。でその上で剪定なんですけど、つぼみあるかな。あ、ここにあった。ここに葉っぱなくなっちゃうな、ここで切るとな。どうしようか。あ、この上にもある。ここにもありますね。じゃあね、その上で切ります。剪定します。ここで。ちょうど真ん中らへんだね。ここで剪定します。いいかな。落ちちゃうの。まあ、落ちちゃった。まあいいや。こんな感じで。あとは1個残るけどね。これは再来週かあたりかな。来週、再来週あたりね、満開かな。まあそんな感じだと思います。いいね。その隣、ロマンティックアンティーク2世さん。こっちがね、つぼみすごいいっぱい出てます。割れ始まってんのもあります、これ。すごいね。これは3つ。1つの枝から3つ出てます、これ。あとは、次に大きいのはこれかな。これは1個だね。でもここまで割れ始まってる。あとこっちも1個割れ始まってる。あとはここに1個。小さいけど、あとさらに小さいのがここに1個。すごいね。あ、こっちにまた。ほら。ここにもありました。小さいのが。なかなかいい感じだね。育ってますね。今日剪定するのはありませんけども、こんな感じです。いいね。これだと来週にはね、これ咲いてくれるね、多分ね。再来週あたりかな。そんな感じです。いい感じです。下側のね、黄色い葉っぱがあまりないんだよね。まあ、少しあるか。この少しあるやつだけ。これだけ取っとこうか。あとはいいかな。そんなに葉っぱ、黄色いのはないね。下葉の方にね。よし。そんな感じかな。いい感じ。あとその隣、口なしの花さんです。今回ね、先週かな、撮影終わってから剪定の方ね、ちょっと入れました。コンパクトにしました。これ、かなりちっちゃくなったね。もっとこう、ディーンとこうね、伸びてたんだけどね、あまり大きくしたくないし、下の方からもね、たくさん芽が出てるから。だからね、ちょっとね、剪定して小さくしました、コンパクトに。これも同じ。まあ、来年は少しだけでも咲いてくれると思いますんで、こんな感じにしました。あとはね、オーベンケイソウさん。今ね、もう満開です。ほら、もうこれ終わり始まってるね、中の方ね、中心がね。こんな感じ。さあ、部屋の中に来ました。前回ね、おまけでちょっと撮影の方足したんで、多分ね、見てない人いるかもしんない。実はね、モンステラさんとパキラさん、剪定しました。パキラさんはね、こんな感じ。だいたい20センチがあるかな。こうバッサリね、バッサリ切りました。バッサリ剪定しました。で、剪定した上の部分は、こっちに挿し木。これ、1本、2本、3本、4本、5、6本、7、8本、挿し木してます。挿し木してね、もう1ヶ月以上、1ヶ月以上もう経ってまして、新芽がこんな感じで出てます。ほら、ここも出てる。こっちなんかもう、ほら、葉っぱ出てきてる。ほら。ね。完全にもう、パキラさんのね、葉っぱ。これなんかさらに。ほら。パキラさんの葉っぱです。完全に。あと、これが2つ、先端にあったやつなんだけど、これにもね、新しい芽が出てきてます。こんな感じ。ここにありますよね、新しい芽。これ。こんな感じでね、出てきてます。すごいね。挿し木して1ヶ月経つともうこんなん出ちゃうんですね。まだ多分ね、根っこは出てないような気がするんでね。
ちょっとね、大切に見てますけども、こんな感じで、やばい。これでもうパキラさんね、いっぱい増えちゃうね。どうしようか。それもそれで困っちゃう。それと、モンステラさん。モンステラさんがこれ、この葉っぱのやつね。このでっかい葉っぱ。モンステラさんは、2本あって、2本とも一番上。あと根っこ。そして、こっちの、モンステラさんはね、気根1本ずつね、つけて、それで、根っこの役割をね、してもらうのに、気根をね、1本だけつけて、それぞれね、植えました。だいたい10センチぐらいかな、10センチはないか、5センチもないぐらいの、感じで、植えたんですが、1本だけ、これ、結構ね、出たよね、新しい芽。12、3センチぐらい出て、1本だけね、こんな感じ、葉っぱも。あ、見えるかな、葉っぱ。ほら、見えないか。ほら、葉っぱがね、もうモンステラさんみたいな葉っぱ。ほら。まだ、まだちっちゃいけどね。こんな感じのね、葉っぱを出してます。新しい芽を。あとの残りの鉢もあるんだけど、それどうなのかな。まだね、それらしい感じの葉っぱ、あの芽はね、出してないんだけどね。どうなるかね、ちょっとわかりませんけども。まあ、楽しみに、しております。こんな感じです。ここでいいかな。こんな感じでね、出ております。あとは、一番上がね、二つあるんだけど、これもね、割れてきて、これ新しい芽だね、これ。うっすらと見えるけど。新しい芽がね、こんな感じで、もう出そうとしてます。いい感じです。まあ、あと室内の方はね、こんな感じになってます。プレマティスさんのね、プリンセスダイアナさん、一番端です。それと、プリンセスダイアナさんの方はね、結構ね、粒はね、こんな感じでね、伸びてんだけど、つぼみがね、見当たらないな。つぼみはさすがに見当たらない。まだそんな感じじゃないのかな。もっと大きくなってからなんだよね、いつもね、咲くのがね。あとその隣、これ、ローグチさん。ここだね、これ全部。ローグチさんは前回から、咲いてまして。あ、これ前回咲き終わったやつ。これ前回咲いたやつだね、これね。これ剪定しておこうか。これ。これ前回剪定、咲いたやつ、これ。これ剪定しておきます。あとはね、今、綺麗にね、盛んにね、咲かせてくれてます。ほら。こんな感じ。いいよね。あとこっちでも咲いてる。これ。ほら。こんな感じでね、ログチさんはね、早速咲かしてくれてます。あとはね、この間、剪定しました。地際剪定したクリスパさん。だいたいそうだな、60センチ、70センチぐらいまで、もうね、伸びてます。すごいね。これもまた。こうやってね、ちょっと巻きつかしておくとね、さらに伸びるんで、いい感じでね、伸びてますよ。早いね、伸び方が。こんな感じにしとけばいいかな。はい。クリスパさんもね、だんだん育ってます。それと、こちらから、クリスマスローズさん。友人からいただいたね、今年発芽した、クリスマスローズさん。少しずつね、これ新芽、ほら、新芽っていうか、新しい葉っぱが出てる。ほら、これも動き始まってきてるね。徐々にね、動き始まってます。あともう一つの鉢、こっちに置きました。こっちもね、やっぱりね、動き始まってる。ほら、これ、新芽、新芽しか新しい葉っぱ。ここ、ここにも、これ、新しい葉っぱで始まりましたね。ほら、ここに、赤ちゃん。ほら、ね。動き始まりましたね。そろそろまた、クリスマス、動き始まる時期に入
入ったみたいです。あとは自宅で発芽したやつだね。こっちはあまり変わってないかな。新しい葉っぱは出てない。でもね、悪くはなってない。そんな感じです。それと、昨年の、5月にね、挿し木したやつ、葉っぱがね、ダメになってきたんだけど、ほら、見て、新芽出ましたよ、ほら、これ、ほら、新しい新芽が出始まりました。もう、あとこれもう葉っぱ、用済みだから、剪定しちゃってもいいね。まあ、今日はやりません。用心のために。来週あたりね、これ剪定します。古い葉っぱ切っちゃいます。あとは後ろこの5鉢、今年の2月にね、1年前で購入したやつなんですけども、これもね、ほら見て、新芽で始まりました。ほら、あー、やっぱりね、クリスマスの時期なんだね。これもほら、ど真ん中にほら立派なやつで始まりま立派なやつがね、出始まりましたね。いい感じです。動き始まりました。あとはね、今年、2年前、で購入しました。18のうちの7鉢、3つダメにしましたんでね、7鉢だけしか残ってないです。こっちもね、ほら、これ、新しい芽がね、動き始まってる。徐々に出てきてるね。ようやくそんな感じになってきたんだね。それと、今年いっぱい咲いてくれたね、クリスマスローズさんのね、去年の、2月に2年内で購入したやつだね。だから今年4年目だね。こっちの方はね、相変わらずね、葉っぱの方は、保ってくれたんで、なんとかね、いい感じになってるかなと。また新芽の方はね、まだ動き始まってないね。新芽は動き始まってない。あとはこれがいつだったっけ、これは、昨年、あ、その前か。20年だね。20年の2月に3年苗を購入したんだよね。もう5年になるのかな、6年になるのか、早いね。これの方はね、まだ動いてないです。あとは、ひろこさんが大切にしてたやつがね、ここにあるんですけども、こっちも、あ、これだけほら立派なやつ出してる。これ立派なもん。まだもう、あとこれね、もうダメになるから、あ、ここにもあった、芽が。ここにもありますね。こことここにありますんで。あと葉っぱね、来週あたり、ダメになった葉っぱは来週あたり、剪定しようかなと、ちょっと思っております。あれから1週間ですね、クリスマスローズの、おかげでね、いい感じの気持ちになってます、私自身。ちょっとね、一安心、そんな感じです。この後ね、画像何枚かありますので、そちらの方をお送りします。今回もご視聴ありがとうございました。今日はどうなんだろうね。これもうこんな感じに曇ってるんだけど、山の方はこんな感じ。ね、結構ね、雲が厚いよね。雨は降らないかとは思うんだけどね。まあでも、おかげで涼しくなってます。